あ、でも、いけないや。おい？あ！徐々に4部に出てきそうな人がいたね。よし。やっ！念のため歩道を渡ろっか。図書館。コンビニ。多いねえ。時代はいつ頃なんだろう。現代と考えていいのかな、コンビニがあるってことは。ワンとのね、なんか、つながりとかもあるのかな。同時期なのかな。ウィキッドマホイ。コンビニか。エノドリ買ってこい、エノドリ。モンスター決めてこ。下でいいのかな。何屋さんだ。定食屋さんとかかな。これスナック。よし、こまめのセーブ大事。町立図書館、この先500m。おおよよよよ。行けないじゃん。さっきと同じ店だ。チェーン店なのか。50メートルおきに多い。多い。妖怪大戦争で見たことあるね。セーブ。よし。やった。これで、ちょっと待てちゃ。これで侵入できるか。ここが、あ！ゆい？さっきの、ゆいちゃん視点の足音は、あれちゃんなのか。の入り口はないかな。ちょっと待てちゃ。どこに使うんだろう。あ、開いてるね。この窓から侵入できるかな。ほい。窓から確かに入る。うん。E は確か、こっちに行ったはず。ん？でも、ゆいちゃん視点でここは、まだ通ったことないな。あ、いた！待って。
あ、でもゆいちゃんもゆいちゃんを追いかけていたというか、もう一人のゆいちゃんみたいな人がいましたよね。これは本物のゆいちゃんなのかな。誘導されてる感じがするけど、なんて書いてんのこれ。ド、土偶店であってるのかな。鍵がかかってる。どっかにここの鍵はないかな。まさかこんなところに鍵が落ちてるわけないよな。そう簡単にはいかない。廊下は走らないでって書いてあるから、なんか走らない方がいいのかもな。走ったら死んじゃうみたいな、止まりそうだね。掲示板に張り紙が貼られている。図書館内では静かにしましょう、走らないようにしてくださいって書いてある。走らないようにしようじゃん。おい、うちに電話をかけておこうかな。電話、家の電話に伝言を残した。あ、これでセーブもできるんだ。行ってないな。受験の時に行ってたぐらいかな。なんだ、昔話の絵本だ。夫婦の小石というタイトルみたい。たくさんの男の人が涙を流す石ころを重たそうに運んでいる絵が描かれた表紙。涙を流す石ころ、何かのヒントになるかな。少女コミック拾った。少女コミック。クラスの子たちがいつも話している漫画。途中のページがぺったりくっついていて開けない。クマはポケモン図鑑のページがぺったりくっついちゃって悲しかったなっていう何にも広がらないエピソード。お化けが書かれた絵本だ。悪い子供をお化けが食べている。怖い本は苦手だな。すごい入り組んでるねこの図書館。もう営業はまだやってるのかな。調理図書館か。紙飛行機。すごいセーブポイント多いですね。ありがたいな。僕の地元の図書館。わいや、なんですかーん。地元図書館にいろいろあったな。なんか大きいあのディスク式のビデオ分かりますかね。
ていうんだろうな、レコードみたいな、あれをなんか板が入ってるのね。それでなんだっけ、トムとジェリーとか見てたかな。難しいね、毎日小学校の頃は図書館行ってトムとジェリーとか見てたな。トムとジェリーガチ勢なんで全部の話も見てるんで、もしトムとジェリーで何か困ったことがあったら僕に聞いてください。トムとジェリーの、トムが、ネズミの罠に引っかかってしまった時のモノマネ、あーとか言って、当時持ちネタでやってたな。の図書館の鍵拾った。やったね。図書館で一生投げない。図書館の事務所で見つけた鍵、たくさんの鍵が、キーホルダーでまとめた。これでどこにでも入れるようになるのかな。おお、いいね。ショートカット。トムとジェリーはもう、なんだっけ、著作権みたいなのが切れてるみたいで、鉄筋とかにも売ってますよね。土偶じゃなくて土器かな。ほら、もう嫌だ。外よりも暗い。どうしよう、怖い。ゆい、待って、帰ろうよ。ゆいちゃん趣味が悪いよ。土器ガチ勢なのかな、ゆうちゃん。おい、あか、まずい。おい、ひえ、また逃げるのか。どこかに手足あったっけな。開かないのかい。いけにえになるようなものか。いやいやいや、いや待って、どうすればいいんだ。手がちょっと厳しいね。浅い。あ、なんて言うんだっけこれ。これが道具か。体の形をした何かを切れば気が済むんだね。古いマガタマを拾った。マガタマね。
ゆいちゃんはどこにいるんだろう。Drink it. ん、逃げないでゆいちゃん。何かを伝えようとしてるのかな。何室って言うんだ。おお、なんか来た。ぬめっと出てきたね。やり過ごすか。もう一回。虫が一番嫌いだからな。行き止まりだ。あ、ここはゆいちゃんが最初にはっ目覚めたところですよね。理科の教科書が置きっぱなしになっている。鏡に物が映るのは光が反射するから、光がなければ鏡に物は映らないって書かれたページが開かれている。ヒントっぽいですね。鏡、あ、鏡出てきましたよね。ゆいちゃん視点の時に同じ場所に行けばいいのか。電気を切ればおとなしくしてくれる。図書館で走りまくってるか。大丈夫かな。よし、10円のちょっと消費しすぎかな。ここだ。電気を消せば鏡は反射しない。鏡、鏡、おお、電気をつけちゃったから。おお、待って待って、痛い、聞いてない。よし、二つ。いや、おい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 、よいしょ、あと一個だ。危ない。ふう。あ、ここだ。おい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 。多すぎ。多すぎ、飲んで。よいしょ。オッケー。
っ暗になっちゃったね。もう大丈夫かな。ここにもユイはいなかった。ユイ。探さなきゃ。すれ違っちゃうね。夜の街。夜の街は何もかもがおかしくなっています。よく知っているはずなのに、どこを歩いているかわからない。私しかいないはずなのに、足音だけがいくつも後をついてくる。風の音すら恐ろしい。